皆様大好きなカンカン場でございます。今回ですね、まだ公開をされてないんですけども、新たな情報が出てきましたんでお知らせをいたします。この場所ですね、この場所とこの場所にまつわるお話、つまりカンカン場の観覧席なんですけども、これ3年越しに再開をいたします。まあもう内定なんですけども、もう発表してええやろということでね、年番の知り合いの方が、サンミュージックの知り合いの方がおったそうで、サンミュージックが胴元になってあります。サンミュージックって岸和田とか南大阪の会社ちゃいますね。サンミュージックって松田聖子おったとこですかね。サンミュージックといえば50代の世代の皆様にはですね、フォーカスやフライデーやエンマとかで乗ってたと思うんですけども、岡田由紀子さんが飛び降りて、そのサンミュージックの前の横断歩道の前でですね、脳症が飛び出た写真、白黒の写真をね、まだ脳裏に焼き付いている方がおられると思います。そのサンミュージックでございます。マンモスラッピーということにはならないんですけども、何でもだからね、東京に頼るんですよね。2017年11月の市長選挙覚えておられますか。その時に2連ポスターを西田の竹ちゃん、今となってはですね、殺人企業矢野コーポレーション岸和田市議会支部になっておる、そこに所属をする市会議員ですけども、利権の親父西田正史さん、その利権を引き継ぐ者として生まれ育ってきた、そしてそのまま市会議員になった西田の竹ちゃんですね。竹ちゃんのポスター覚えておられるでしょうか。竹ちゃんともう一人写ってたんは千葉ちゃんですよ。千葉真一ですよ。で、これ千葉真一のやつも私が確認をいたしました。ほんまに千葉ちゃん、これ何月何日に岸和田で竹ちゃんと演説するって書いてるけどと、ほんまかこれはということを確認しましたら、そういうことはございませんで、マネージャーが言うたんは、その時には千葉は用事がもうすでに入ってますということで、岸和田には絶対に行けませんということでした。で、さらに私が調べたところですね、松並健四郎ですよ。これほんまにね、松並一族、これもまた泉佐野では名高い犯罪一族となっておるわけですけども、この一族ともちろん岸和田の誇る、まあ、長野一族、これがもう台頭しておるわけですけども、西田一族ももちろん犯罪一族としてですね、犯罪利権一族として著名ですから、そこはがっちりとタッグを組んでおります。松並健四郎、私のパイセンのあのちょんまげがですね、日体大の関係で千葉ちゃんに、千葉ちゃんちょっと名前貸しちゃってやみたいなね、そういう簡単な話で、千葉ちゃんもおいええがなと使わんかいみたいなね、そういうことで竹ちゃんのポスターに千葉ちゃんを勝手に使ったんです。事務所は知りませんよ。真剣佑もびっくりですよ。で、そないして使ってたんやけども、私がおかしいでしょと、ほんまに千葉ちゃん来るんやなって言ったら嘘ですということがバレたわけですけども、東京資本に何でも頼んないということです。ここで観覧席ができるのはそれはありがたいことかも分かりませんけども、観覧席をやって収益が出てもサンミュージック東京の会社です。岸和田市に税金は入りませんよ。ほんでですね、観覧席を再開するにあたっては3つ問題がございます。第1、3年前に関連先を買うて結局踏み倒された、田中社長を率いる一二三企画やったかな、工業やったかな、泉更新所ね、あの下松の駅下がりのとこですよ。あそこの金を踏んだくって逃げた、あの金を観覧席を買うた踏み倒された被害者は一銭も返してもうたという話聞きません。当時私もバンバンとやりまして、皆さんからお何とかしてくれって言われたんだけど、私被害者じゃないからね。だから言うたんはもう集団で訴訟しなはれと。ほんで続いては本町の村上年番長で、それも連帯としてですよ、連帯的に被告として訴訟やらなあかんでということを言うたんですけども、多分訴訟やってる方っておられないと思うんですよね。で、それがまず第一です。被害者に金返せです。2番目です。金の流れもどないなっとるかわからん。毎年1300万円かける4年間、ひふみがやってた時には年番に金払ってる、
これは村上伝番長も私が公表してもうたまらんようになって、だんじり会館で記者会見した時にもはっきりと言うてますよ。5200万の金ですよ。でその金がどこに行ったかさっぱりわからんわけです。で年末の会計なんかに話を聞いてみたところでですよ、その金は年末のとこ入ってないという話もするわけですよね。ほんで出てきた人物が、私もブログには書きました、藤江のこうちゃん、藤江浩二さんですよ。で彼もでも金持ってるようには見えんわけです。ほんで書きまくってるから、去年なんかでも春木みなみの人が言われましたよ。あんだけ高いら書きまくってるのにこうちゃん来とったかなと、どんな顔してくんねんと思ったけどって言って、ほんで期間書いて言うたんですけど、いやそんなこと聞けるかいということやったんですけどもね、藤江さんが、金を持ってるように見えへんわけです。つまり誰かにまた金吸われてるわけですよね。まあ私もそれ噂では知ってますけども、まあ確証が取れてるわけではないので、誰がその金をかすめ取ったということは今ここで言うのは差し替えをさせていただきますけども、その金の流れもどうなったかわからん。これ2番目ですわ。で3番目、まあこれあんまり市民の人はどうやねんと思うかもわからんけども、脱税ですよ。その5200万円をもろたということを村上伝番長が言うた、これ税務署はそれは一時所得ちゃうのと、所得に対してはもちろん税金かかりますてということで、その税金どないなってんねやということですよ。でこれについても伝番の方で帳簿見せんかいということを税務署に言われて査察が入ったということを聞いておりますけども、この税金が最終的にどのように支払われたのかということ、これは私は知りません。どうなってどういう処理をしたのか分かりませんけどね。そもそも年番は金持てないって言うわけですから、誰が払うべきものなのかどうか分かりませんけど、でも入り口は年番ですからね、金そら払うべきですよ。でその日海がやる前にここを商工会議所青年部がやった時にも500万渡したということをはっきり言うてるわけですよ。ほならその500万についてもどないしたんやと、結局どこを切ったって金の流れがさっぱりわからん、そして泣いてる人がおるわけでしょ。でそういうことをほったらかしにしたまんま口を拭って厚化粧してですよ、はい堂本をサンミュージックという東京の会社に変えたからもう知らんがなと、そんなことなかったことにしてええんかということですよ。そりゃサンミュージックには罪はないけども、この問題やっぱり誰かがもっと深く最後まで切り込んでいかねばならないというふうに思います。それはその役目を私がすべきなのかどうなのかということですよ。浜で起こったことは私は浜で引いてるわけじゃないからね、春樹やからね。春樹のことは春樹でまた聞くけども、浜で起こってんだから浜できっちりと誰かが清算をして説明をせえよということですよ。年番長であっても私が公表してたまらんようになってホラー穴みたいなとこから這いずり回って出てきてですよ、説明をするようであってはいかんのじゃないですか。しかもその前には春樹の年番長に対して高平だまらさんかいということをやってきとるわけです。それは春樹の年番長に私は言いましたよ、お茶らもうのいときやと、いらん泥かぶるでと、俺が直接行ってそれは岸和田の年番で何万人集めようが一人で行って話つけてきたるがなと、その時にははっきりと言うております。で備えして突き返されたから、だからどうしようもなくなって村上年番長はだんじり会館で記者会見開いたんでしょ。だからそういうとんずらをするのがこの勇壮なだんじり祭りの真髄であるということを世界に発信するのか、それともそういうことではなくて何か不祥事が起こればそれは逃げずにちゃんと説明しますよという態度で出るのか、もうすでにとんずらずっと2年間以上してるからね、もう逃げられへんねんけども、そういうことは言えませんよ。とんずらせえへんのが祭りやっていうのはもう言われへんのやけどね、その辺のところをはっきりさせよということなんです。なんぼ上の門がカラスはしろや言うたら下の門まで全部カラスはしろですっていうような、そういう全体主義をやってんのが祭りであったとしてもですよ、そんな卑怯なことが許されてええんかということです。まあこれをご覧の皆さんでその金の流れご存知の方がおられれば、まずは観覧席を買うてお金を損した皆さんにお金をちゃんと返せということだけは固く約束を
していただきたいというふうに考えております。